はい、では面接の本番直前のアドバイスをお話ししたいと思います。実は面接というのは声と見た目で9割決まるんです。ですから、皆さん面接の時にはこの2つ頭に入れてください。まず1つです。大きな声でゆっくり話しましょう。それからもう1つ、背筋を伸ばしてゆっくり動きましょう。この2つに気をつけるだけでできる優等生のオーラというのを感じさせることができます。今から2つやってみせますので比較してみてください。あ、どうも。ちょっと緊張してるんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、いかがでしょう。違いが分かりましたかね。もう一度このポイントをおさらいしますよ。まずポイントその1、大きな声でゆっくり話すこと。ポイントその2、背筋を伸ばしてゆっくり動くこと。この2つを気をつけるだけで皆さん面接は格段に向上します。いい印象を与えることができます。面接頑張ってください。